ただいた方にはクッキーとガール4人分の写真付きポケットティッシュをプレゼントいたします。皆さんもアウトランダー PHEV のことを詳しくなってくださいね。問題の答えが分かった方は素早く手を挙げてください。ガールが指名した方に回答していただきますので、皆さんアピールをお願いします。では早速第1問、アウトランダー PHEV から供給できる電気容量は何ワットでしょうか。わかる人、はいはい、あ、じゃあめっちゃ早かったんで、お兄さん行きましょうか。はい、お兄さん、1500。答えは1500ワット。正解です。おめでとうございます。さすがですね。ということでお兄さんに、はい、ステージの上に上がっていただいて、はい、今日はバレンタインデーということもあるので、ちょっとしたプレゼントを差し上げたいと思います。その前に、あの先ほども流れてたんですけれども、唐沢さんのような PHEV というサインをやっていただければと思います、はい、うまくできればプレゼントということなん で、 で、ね、あの最高の笑顔でやってください。ちゃんとやってて、 E、ね、でめっちゃいい笑顔をして V でしっかりピースサインをお願いします。はい、それでは行きましょう。PHEV を合格。いい感じです。ありがとうございます。それでは、はい、プレゼントです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。こんな感じでいきますんでね、はい、皆さんあの答えて PHEV やってください。はい、続いて第2問。 PHEV を満充電した場合、一般家庭の何日分の電気が賄えるかといえば1日分ですが、さらにガソリンを満タンにした場合、はい、一般家庭の何日分の電気が賄えるでしょうか。おっと、はい、どうなんでしょう。じゃあ帽子のお兄さんにする。そうですね、早かったですもんね。はい、ちょっと聞こえるように、ごめんなさい、大きな声で言ってもらっていいですか。はい、10日分。10日分どうでしょう。答えは10日分です。おめでとうございます。10日分ですが供給できます。ステージの上までどうぞ。どうぞお上がりください。すごい皆さんね、よくねちゃんと覚えてくれて、そう。さあ、それではどうぞ。先ほどと同じようにあのいい笑顔で一緒にお願いします。それでは行きましょう。せーの、PHEV。 はい、ありがとうございます。合格です。合格です。そう、恥ずかしいんですけどね、はい、頑張っていただいてありがとうございます。